ドイツブンデスリーガ1部で、初の女性主審、なった、ビビアナ・シュタインハウス氏は、うつつ、時間30日に行われる、DFL スーパーカップの試合を、後に引退することになった。牧師、ビルトが伝えている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつ、もどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ユタインハウス氏は、バイエルン・ミュンヘとボルシア・ドルトムントが対戦する DFL スーカップで主審を務める予定。同カップを初手担当する女性主審となるが、これがラスト地となるようだ。シュタインハウス氏はドツの下部リーグの審判などを経て、2017年にブンスリーガ1部で初めて笛を吹く女性主審となって注目を集めた。これまでの3年間で、通算23試合担当している。ブンデスリーガで主審を務め、以前には女子サッカーの主審としても多く、ビッグマッチを担当。なでしこジャパンが U を飾った2011年 FIFA 女子ワールドカップ決勝のアメ河川の主審でもあった。ブンデスリーガで主の年齢制限は47歳とされており、現在41歳の、シュインハウス氏はまだその年齢には達していい。引退の理由は、個人的な事情であり、不明とことだ。りょう。